王座から陥落したチャンプはいかに再起を遂げるのか。スティーブン・フルトン、米国、の今後に注目が集まっている。動画、フルトンもたじたじ井上直也が世界に見せつけた衝撃の KO シーンをチェックさる7月25日に行われた WBC&WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦で、フルトンは井上直也、大橋、28回 TKO 負け。 プロキャリア21戦目にして初黒星を喫し、タイトルを失った。終始、井上に主導権を握られた。疲労の色が濃くなっていた8回に右ストレートと左フックでダウンを奪われたフルトンのパフォーマンスは、まさしく完敗と言うべきものだった。そんな試合後に29歳の現王者は自身の X、旧ツイッター、で、自分がもっと優れた選手だと知っている。だから俺は立ち直って、 戻っっててくると再起を誓っていた日本で苦渋を飲んだ男がいかに立ち直るか、これはボクシング界でも小さくない話題となっている。米ボクシング専門サイト、ボクシングシーンは、フルトンにとって井上を倒すことは大きな課題だったが、最初の数ラウンドで任務遂行は事実上不可能となった、と井上との一戦を回想している。敵地である日本での防衛戦はちょっとした驚きだった。 だが、時に金は物を言う。小切手が振り込まれると、フルトンは厳しいトレーニングキャンプに没頭し、日本へと出向き、全力を尽くした。井上との対戦は、フルトンにとって決して見過ごすことのできない挑戦だったのだ。さらに同サイトは、スーパーバンタム級の制限は、現段階でフルトンにとって邪魔になると指摘。その上で、スクーター、フルトンの相性。 はライオンのような精神力を身につけ、今まで以上に強くなって戻ってくる。126ポンド、フェザー級で再びチャンピオンになるさ、というフルトンの、名優、で、現 IBF 世界ウェルター級暫定王者ジャロン・エニスによるコメントを紹介した。フルトンは自身の X で、 もしも願いが叶うならチーム井上が近い将来か彼が予定しているものを達成した後に再選の機会をくれることを望みたいと綴っていた。だしかし、やはり階級上げが現実的となるのか。同サイトは、新しい階級での新たな挑戦が彼の目標になると確信していると予想している。